上り線スマート IC 東海パーキングエリアは、茨城県中郡東海村の常磐自動車道場に、ある、パーキングエリアである。スマートインターチェンジが設けられているが、進入通路が狭いため、当面は普通自動車、軽自動車、二輪車に利用が限定されている。2018年4月24日にリニューアルオープン。リニューアル後は、フードコートとショッピングコーナーが、 約2倍に拡大された。東海スマートインターチェンジは、東海パーキングエリアに併設している、スマートインターチェンジである。ABE6 乗番自動車道、東海 PA4 月24日、リニューアルオープン、フードコート、ショッピングコーナーが2倍に拡大。東日本高速道路株式会社、ネクセリア東日本株式会社、2021年2月24日閲覧。 ABC スマート IC 東日本高速道路株式会社2017年1月11日閲覧ハイウェイウォーカー東日本角川マガジンズ2013年6月号常磐自動車道東海スマート IC について東海村2021年2月24日閲覧東海スマートインターチェンジに関するカテゴリーありがとうございます